自由が丘駅は東京都目黒区自由が丘一丁目にある東急電鉄の駅である。目黒区最南端の駅である。東横線と大井町線が乗り入れ、両路線の乗り換え駅となっている。駅番号は東横線が TY07、大井町線が OM10 である。東駅は駅長所在駅である。自由丘管内として、駅び、 東横線都立大学駅、大井町線緑が丘駅、九本仏駅、小山台駅、き駅、上野芸駅の6駅を管理している。2015年4月現在、駅の照明が LED 照明などの消費電力の少ない照明器具となっている。これはスマートモデル、自由が丘駅、明かりプロジェクトにおける事業で実施したもので、鉄道施設では、 設置例の少ない照明制御、調光システムを持つ LED 照明器具が設置されているほか、一般照明としては、日本初の実用的設置となる次世代照明、UKL 照明や薄型の LED サインも採用されている。2005年度からエレベーター、エスカレーターの設置を中心に、耐震補強、バリアフリー化を目的とする改良工事を開始した。 正面口のエレベーター設置に伴い、正面口が狭くなることから、北口改札が完成した。ランキンランキンの出店、テコプラザ、定期券売り場の移転、トイレ、改札外の交番の改装も行われた。2007年10月に、コンコース部の改良工事が完成した。南口大井町線ホームと大横線ホーム、大井町線ホームと、 東横線ホームトックストックス大井町線は相対式ホーム2面2線を有する地上駅東横線は島式ホーム2面4線を有する高架駅である東横線は2001年3月28日に特急を運行開始して以来菊名駅と同様に終日環球接続を実施するようになった環球接続時は外側の副本線3.6番線に 各駅停車、内側の本線4.5番線に、特急、通勤特急、急行が入線する。環球接続駅であることから、平日朝ラッシュ時の渋谷方面ホームは、乗車を待つ行列が伸び、急行、通勤特急は当駅から混雑が激しくなる。東横線は、平日夜間に、元町、中華街駅発あたり駅終着の各駅停車1本が、設定されている。 到着後は6番線にそのまま夜間留置される。また3番線でもシニアに夜間留置が行われ、渋谷駅から改装で到着、翌朝も改装で出庫する。当駅田園町深には、非常時の折り返しに備えて渡り線が設けられている。大井町線は、区本普通よりに留置線一本を有し、改装列車の留置に用いられるほか、平日朝に、 下りの当駅始発列車が一本設定されている。かつては自由が丘建築が存在しており、その跡地にはトレエンチ自由が丘が整備された。駅名標は2012年3月に実施したスマートモデル自由が丘駅明かりプロジェクトにおける LED 化により薄型の LED サインに変更された。それまでは東横専用ホームは現行の標準タイプであるが、 大井町専用ホームは旧タイプと現行の標準タイプであった。有料座席指定列車 S トレーンは土曜、休日ダイヤのみ東横線に入線し、当駅にも停車する。2020年度の1日平均乗降人員は以下の通りである。東横線の乗降人員は特急通過駅の日吉駅、津波島駅より少ない。近年の一日平均乗降人員推移は、 下表の通りである。近年の1日平均乗車人員は下記の通り。東急高知自由が丘線近隣の古刹である九本仏上新寺は9体の阿弥陀如来像を安置していることから九本仏と呼ばれていたため、駅設置当時はこのもより駅として九本仏駅とした。大井町線の開業に伴いより寺に近い場所に九本仏駅が設置されることになったため、 駅所在地が、江原郡被襖村大技襖にあることから、襖駅に改めるはずであったが、ちょうどその頃に、大座が自由が丘に改められたため、これに合わせて、自由が丘駅に改称したものである。ありがとうございます。